はい、本日はですね、ダナーフィールドをご紹介していきたいなというふうに思います。こちらにあるのがダナーという、まあ、ブーツのね、ご存知の方も多いと思うんですけど、アメリカのブーツの会社なんですね。これまあようやく購入しましたよということで、まあ、僕はねご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけど、セカンドチャンネルでちらっと言ってたんですけど、ビジネスキャンパーになろうかなと思ってますよね。動画的に映えるであろうということでキャンプを始めようかななんて思ってるんですけど、まず皆さん始めるときはどうしますかと。知識を入れるわけでもなく、技能を学ぶわけでもなく、場所を調べるわけでもなく、そう、まずは格好から入るということですね。まずは見た目を一丁前にすることによってモチベーションを高めていくんだということで、このダナーのねブーツを購入したんですけども、これダナーっていうと結構高いイメージあると思うんですね。6万7万ぐらいすると思うんですけど、なんとそれの半額で購入できるダナーがあるんですよね。で、僕に関しては、まあ、後々喋っていくんですけど、これ半額やから買ったんじゃなくて、この半額のやつの方が機能的に良かったんですよ。だからむしろこっちの方がありがたいって思って購入はしたんで、なので今回このダナーフィールドをご紹介していきたいなというふうに思いますので、まあ、本日の流れとしてはですね、まず開封から見ていってもらいたいんですが、開封していって、で、まあ、外観パーって見ていってもらって、あんまりダナーフィールドってご存じない方も多いと思うんですけど、また最近なんですね、2018年ぐらいから発売されたんで、まだ3年ぐらいしか経ってないんで知らない方も多いとは思うんですけど、まあ、これの特徴をお話ししていって、ほんでまあ多少ちょっと似てるモデルがあったりするんですけど、倍ぐらいしてね、似てるモデルがね、ダナーライトっていうのがあるんですけど、それとの若干比較もしながら、まあ、サイズ感なんかもお話ししていっておしまいにしていきたいなというふうに思います。ではまず開封から見ていってもらいましょうかね。はい、それでは開けていきましょう。カチャン、ダナー。1932年。そんなとこはどうでもいいってことで。わーおー、こんな感じでご丁寧に袋まで入れてくれて、こんな真っ白の汚い袋でええのに、こんなダナーってちゃんと綺麗な袋入れてくれて、こんなも入れてるけど、まあこれはちょっといいか。こういう説明書は読まないタイプなんで。うわー、出てきました。ブーツ、ダナーフィールド。かっちいいな。ほんで、もう一足がないってことはないよね。そうだよね。ここにあるよね。ということで、こんな感じで出てきましたね。ちょっと一回ちょっと置いておいておいて。こんな感じで、かっこいいのが出てきましたよ。言うて。いいですね。このカラーはね、一応ダナーフィールドにしかないカラーなんですよね。で、まあ、冒頭でも言ったみたいに、まあ、キャンプとかでも合わせやすいかなと思って、この色にしてみました。落ち葉とかある感じだったら、この色映えそうじゃないですか。そやからこの色を選んだんですけど、あと2色ぐらいあったんかな。もうちょっと茶色の薄い感じのやつと、あとブラックとあるので、正直ブラックやったら、このダナーフィールドなんか、ダナーライトなんか正直分からんぐらいのね、まあ、好きな人から見たら一発で分かるけど、パッと見分からんのちゃうかないうぐらいけど、まあ、これに関してはもうダナーフィールドしかない色なんで、こちらを購入しましたっていうのが開封になっております。はい、ではね、これの特徴いきたいなというふうに思うんですけども、むしろね、僕はこのダナーフィールドが一番良かったと思って購入してるので、まあ、その辺なんかをね、特徴がありますのでお話していこうかなと思うんですけど、まず一番最初は本革ですよね。これもうどう見ても本革、正真正銘の本革ですやんということで、まあ、履けば履くほど味が出てくると言いますか、シワなんかが出てきてね、まあ、ブーツって言ったらそうですよね、もちろんそうやでっていうことでいいんですけど、ダナーライトっていうのがさっき言ったみたいに6万円ぐらいするんですけど、これはね半額の3万円切るんですよ。やけどちゃんと本革が使われてるということになってて、普通ちょっと劣化版というか値段下がると、あ、本革じゃなくなっちゃうのねみたいな、本革やったらいいんだけど本革じゃないんやったらちょっと俺微妙かなっていう方多いと思うんですけど、まあこれちゃんと本革が使われてますけど、ほんで次がですね、これちゃんとゴアテックスが使われてるんですよね。やから防水、完全に防水、もうどんだけ濡れても防水なので、まあ一般的に言うとやっぱ革って濡れたらあかんみたいな、こう濡らしちゃったらおしまいやんって思う方多いと思うんですけど、まあダナーはね結構まあ有名なんですけど、まあ雨に濡れても全く問題ない。まあゴアテックスに関してはね、僕もジャケットとかで言いまくってるから、もう別に今更言うことじゃないと思うんですけど、まあ、ちゃんと完全防水ですよということになってて、それとね、もう一個嬉しいのが、こうスニーカーとか靴でね完全防水のやつ僕持ってるんですけど、このシュータンの部分がねやっぱ隙間若干あったりして、こっから入ってきますやんっていうことがあって、まあ、完全防水というかは、まあ、この辺はね大丈夫ですよってことあるんですけど、このダナーのやつに関してはね、ここねシュータンね繋がってるんですよ。だからどういうことかって言ったら、この隙間からね雨入ってこないんですよね。そんなことなってますのということで、ちょっとこう隙間から水が入ってきたりすることとか、あと水たまりとかにこうバチャンって入れても、ここまでやったら濡れないんですよね。でもスニーカーとかのゴアテックスのやつって、このシュータンの隙間があるから、ここまでの水たまりボソンって入っちゃうと、ちゃんと隙間からね水が若干入ってくるのはまあしゃあないんですけど、これに関してはそこまで考えられてるから、ちょっと水たまりでボチョンしちゃっても、もうそれはもうワイルドにガンガンいっちゃってくださいというような感じで、まあ、まさに僕みたいにね、こう見た目から入るキャンパーには持ってこいということになってるんかなというふうに思います。ほんで裏側もね、ちゃんとビブラムソールっていうね、まあ、これはもうダナーがずっと使ってるソールなんですけど、このソールの会社があって、ビブラムソールっていう、要はどんなソールっていうと、例えばこう登山
山とか、アウトドアとかで使う時とかって、こう川の付近ってこう滑りやすかったりとか、こうぐねってしやすかったりとか、グリップ力が必要になってくるじゃないですか。こうギュッてこう踏ん張る、そういうのがちゃんと作られてるメーカーになってるんですよね。でそれをちゃんと使用してますよと。ほんでもちろんソールもね、ある一定のところまで行ったりとかして、うわ減ってきたな、どうしようかな、もうガスガスですやんって言ったらソール交換もできるんですよね。もちろんこれは有料になりますけど、だいたいビブラムソール置いてるとこっていっぱいあるので、近所のとことかでもどこでももちろんダナーでもいいと思うんですけど、持って行って靴屋さんとかで修理していくという感じで履いていくことができるという感じになってるので、今聞いた感じだとホンガー使ってるし、ボアテックスだし、ビブラムソール使ってるしってなったら、いやいや、むしろなんかレベル下がってないやみたいな、その6万のダナーライトをベースに作ってて半額以下やのにどこ悪なってんのみたいなってなるじゃないですか。ほんならいろいろ調べてったら、例えばね、このロゴがね、ここの横っかについてるけど、これが実はこの後ろに本間のダナーライトはついてますよと。やけどこれ横になってるから、これダナーフィールドですね、その違いどうなんかなみたいな、気にする人から気にするけど、僕らじゃ何とも思わへんから、それはどっちでもいいみたいな。この次、金具がね、これ今丸っこい金具で、よくスニーカーとかであるような感じになってると思うんですけど、ダナーといえばね、この上の3つぐらいがね引っ掛けるタイプになってるんですよ。で僕前ダナーマウンテンライトっていうのを持ってたんですけど、ダナーマウンテンかな、忘れたけど、なんかそういうブーツ持ってたんですけど、その引っ掛けるのが邪魔くさいんですよね。いちいちほどいて引っ掛けなあかんのが僕は嫌いやったんですよ。だからむしろそれじゃない方が良かったんで、この丸紐にしたんですけど、そこが若干違うよと。でそれ以外にやったら、このレザーのね種類がね、やっぱり若干落ちてたりだとか、あと生産してる国がほんまダナーライト6万円する方やったら、アメリカでね作られてるからメイドイン USA って書いてるんですけど、これに関してはベトナムかななんかで作られてるから、そういうのが入ってないんですね。そうですね、これメイドインベトナムって入ってるから。でそれ以外にやったら、こうロゴがね、こうここにゴアテックスってこのフィールドは入ってるんですけど、ダナーライトの方はアメリカのねマークがついてるから、そのメイドイン USA ってことですね、の違いっていうことになってて、むしろダナーフィールドの方がいいところは何かっていうと、これねインソール入ってるんですよ。こんな感じでダナーって書いたインソールが入ってるんですけど、ダナーライトの方はね上位モデルやのにインソール入ってないんですよね。っていう風に考えたら、あとは個人のね好みだと思うんですけど、こうメイドイン USA がどうしてもいいっていう方やったら絶対そっちの方がいいやろうし、僕もメイドイン USA 結構好きなんで、そっちの方がいいかなとかって思って、メイドイン USA じゃないとこう存在しない色味みたいなのがあるんですよ。だからダナーフィールドになるとこういう色になっちゃうけど、ダナーライトの方やったらもっと黄色みがかったね定番のやつがあるんで、そっちの方がかっこいいかなとかって思ったけど、やっぱ紐通すのめんどくさいし、ほんでインソールとかもないし、それやったら3万もちゃうんやったら、むしろこっちの方がええんちゃうかなと思って、今回これを購入したんですよね。そうやから、これをどんどん履いていって、どんどん味がね今後出ていくと思いますので、それをまた楽しみにしておいていただければいいかなと思いますし、キャンプの時も履いていきたいななんて思っておりますということですね。で次サイズなんですけど、サイズがね、これ僕28センチ、サイズ言うとアメリカサイズ10っていうのを買ってるんですけど、普段から僕は28センチを着用してるので、本当にちょうどいい感じなんですよね。そんなにめちゃくちゃきついってわけもないし、めちゃくちゃ緩いっていうわけでもなくて、ちょうどいいなあいう感じになってるので、サイズ的にはいつもと同じぐらいなサイズ感でいいんちゃうかなと思います。やっぱどうしてもハイカットやから、こう足入れづらいじゃないですか。だからあんま窮屈すぎるとちょっといちいち緩めたりするのめんどくさいし、ちょうどいい程よくきついみたいな感じになってるし、入れたり入れたで、ちょうどジャストサイズやなみたいな感じになってるので、サイズ的にはいつも通りでいいんちゃうかなと思います。レビューとか見てたら、なんかワンサイズ下でもいいんちゃいますかみたいな書いてたけど、僕はワンサイズ下にしちゃうと多分入らんかったんちゃうかなと思うので、これでよかったかなというふうに思います。ちなみにこれレディースもねあるみたいなんで、もしかしたらこの動画を見られたら嫁に催促される可能性があるので、私もちょっと一緒にキャンプ行くから、僕ら夫婦で行く予定なんですけど、私も一緒にキャンプ行くから、この防水のブーツ買ってちょうだいって言われる恐れがありますので、この辺で終わりたいなというふうに思います。ということでね、本日はこちらのダナーフィールドを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。